組勘でお願いします。本堂はじめさんでございます。掘りたての新じゃがのような。2023年7月の9日になりました。ということで、あ、大和くん、本日もお元気でございますか。芝にあの買った芝生の足触りが大変気に入ってる大和くんでございますが、じゃじゃーん、お孫ちゃんでーす。おはようございます。孫ちゃんがうちに泊まりました。もう帰っちゃうけどね。お孫ちゃんのいるうちにもう一回の起きて行きたいけど、今日は忙しくて無理でーす。家でお留守番しててください。今日はね、ちょっと起きて行けません。忙しくビートに膨張しなければなりませんよね。山田君、ちょっと朝一なんですけどね、葉っぱちょっと濡れてるんですけど、もう忙しいからやっちゃいたいと思います。山田君もお留守番しててください。ということで、水を汲みます。まずは下から吸ってと、そいで持って上からも入れます。じゃあ粘着剤を入れまして、活斑病をね予防するために殺菌剤を入れます。はい、ザッザッザッザー。ということで、防除に向かいます。なんかね、今日日曜日なんですけど、火曜日から天気がねちょっと悪くなるみたいなんで、やれることを明日までにはやっておきたいなという感じでございますが、ビート畑へ向かっております。今日もね、国際農機展きっとね賑わっていることかなと思います。もうね、たくさんの皆さんにねお声掛けいただいて本当にありがとうございます。やっぱりね、今回の国際展示会、全国から皆さん農業関係者の方が来るんで、私のリスナー非常にね多いということでね、声かけていただいてもう嬉しくてね、5日間ですか、ずっと朝から晩まであそこにいたいぐらいなんですけど、なかなかねそういうわけにもいかなくて、昨日も1時間ぐらいしか行けなくてね、朝ね。その後はねちょっとね、地域の親睦会、西と東2カ所でありまして、ご案内いただきましたので行ってきたりとかね、そんなことしていたら時間がなくなりました。今日は防除もやりたいし、いろんなことあるんでちょっと行けません、申し訳ございません。ということで、防除始めました。今朝ね、あんまり朝露降りてないんで、朝やっちゃっても全然問題ないかなと思います。国際農業機械展ですか、明日で終わっちゃいますが、火曜から天気悪いっていうんで、もう農機展にとっては最高の日だったんじゃないかなと思います。ちょっと暑かったんですけどね、朝一見に行くのが涼しくてね、楽かなという感じでございました。もう新聞に書いてあったんですけども、夜もねすごい帯広が賑わっていたようで、毎年やってほしいとお店の方が言っていたそうです。私もねこういうイベントあってね、視聴者様と会えるんで毎年やってほしいですよね。1枚のビート畑終わりましたので、もう1枚の畑に向かっております。いや、なんか暑いね。朝から7時でね、上牛湖のマーメナス28度になってますよ。30度軽くいっちゃうんですかね。連日暑い日が続いて、小麦もねどん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 進んでおりますよ。もう1枚のビート畑に到着しました。これね、めんどくさいんですよ。もう電木ね、この林からベーって鹿がね何頭も突っ走ってくるんで、電木がついておりますので、いちいち外さねばならんということでございます。もう鹿さんはね、畑来ないでください。それでは殺菌剤を散布したいと思います。まずはね、スタート地点までバックして、竿を広げて伸ばしていきます。スタートです。本当にこの電木がね邪魔なんですよ。つけるのも大変、外すのも大変。山からね鹿が出てこないようにね、柵でもね作ってもらえばねいいんですけど、畑を自由気ままに走り回って、ビートでも何でも食べ放題状態ですんでね、エゾシカの害には困っておりますところでございます。1枚ももう少しで終わります。風もなくね、ほんといい感じで防除できました。ということで、じゃん、神火にキラーン、お孫ちゃんと来ましたよ。よっこいしょういち、こんにちは、お孫ちゃん来ました。神火のお姉ちゃんです。どうもこんにちは。お孫ちゃん初神火です。お孫ちゃん、何しに神火来たか知ってるか。今日ね、気象予報士のね近藤はじめさんって方が来るんだぞ。知ってる？テレビで見たことある。我が家にね遊びに来てくれるんで、お土産買ってきます。
ます。やっぱねこれだね、シャキーン、極み極みです。皮付きフライドポテトとかね、芋餅とかね、スズキッチンのミートソースとか五目の具とか、こういうのも買ってちゃいますか。極み入れて、極みもうちょっと入れますか。お土産に買ってきます。組缶でお願いします。お孫ちゃん、組缶ってなんだ。組缶ってわかんないでしょ。あなたはちょっと使っちゃダメね。はい、すいません。私のポストカードもお土産に持ってきましょう。私自分で自分のポストカード買ったことないんでね、これ買っていきましょう。はい、お孫ちゃん、ポストカード買ったぞ。100円でございます。番号書いてね、5枚ほど買ってきます。私の代表作5枚をお土産に持ってってもらいます。これはこれは亀美星山村留学推進協議会会長の川端和明君ではございませんか。どうも。お孫ちゃんとツーショットでございます。イエーイツーショットだねこんにちは、隼人君とお孫ちゃんでした。どうもということで、じゃじゃーん、近藤はじめさんでございます。 HBC のウェザーセンター気象予報士の近藤はじめさん、そしてアナウンサーでもありますよね。そうです、ね、あ、近藤さんでございますよ。いや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 、お久しぶりでございますね。お久しぶりですね。前回うちに来ていただいたのは9年前、はい、9年前ですね。トリセイでね、いっぱいやってね、はい、そう、あのメンバーのトリセイ、気球も一緒に乗りました、ね、乗りました、乗りました。で、はいはい、アセンダさんと一緒に。そうですね。はということでね、お久しぶりでございます、はいはい、お久しぶりです。どうも、お孫ちゃんだ。あらららら、お孫ちゃん登場でございます。今ね、はい、1歳と2ヶ月と29日目だよね。おお、細かいですね。ね、おじじはね毎日カウントしてますから。近藤さんもぜひね、私の YouTube ご覧ください。お孫ちゃんが最後に出てきてね、はい、1歳と2ヶ月と何日目でですって出ますんで、ね、お孫ちゃん、近藤さんだ、やった、近藤さん、やった、喜んでます。うわ、頭良くなるぞ。近藤さんなんか頭いいで、北大出て博士になれたのにアナウンサーになられて、そして今度アナウンサーでね、そのまま行き合いのに、うん、気象予報士さんまでなっちゃって、うんうんうん、頭良くなるぞ、うん、外国の大学も行かれてましたよね。デンマークです。国家大学1年間そこはね、研究生として実験のお手伝いみたいな。あ、そうでしたか。留学させてもらった。うわ、お孫ちゃん頭良くなる、やった。近藤さん、お孫ちゃん、お孫ちゃん、掘りたての新じゃがのような、真っ白系ですね。照れてます。やったやった、ありがとうございました。いや、遠いところありがとうございました。いやいや、またこれからもちょっと外すこともありますけど。いやいやいや、とんでもございません、今度ね、赤レンガテラスの方に中継やられてるから。中継やってないんですよ、実は。コロナの時からね、外で中継やらなくなっちゃった。5時過ぎとね、6時半頃の2回やってるんですけど、まあちょっとスタジオからなので。そうですか。したらちょっと近藤さんにはお会いできないけども、ぜひね、テレビをね、ご覧いただいてね、HBC テレビ北海道の方はね。はい、ということで、近藤はじめさんでございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。近藤さんがね、写真展来ていただいたんですよね。またね、佐藤彩さんという綺麗なアナウンサーさん連れてきてもらってね、私、すごく浮き足だった記憶があります。浮き足立ってました。本当、未だにおだっててね、自慢してます。はい、したら、近藤さん、気をつけてお帰りください。車、エアコン壊れてるそうですが、はいはい、熱中症にならないように気をつけてお帰りください。お疲れ様でした。ということで、近藤さんが帰って、で行きました。気をつけてお帰りください。孫ちゃん、近藤さん帰っちゃったね。トカチの景色ね、今ね、ちょうどジャガイモの花がね、満開だからね、眺めながら帰っていくと思います。お疲れ様でした。